こっち側のカメラで撮られてったんですよ。前さんが迎えに来るところで、後から見たらそこ流れてなかったんですけど、うん、前さん来た時ダッシュで逃げたんですよ。そうなんですか。そうです。え、そうなん。もう体ボロボロ、全然動かないのか、もう唯一のボケとして行ったら、ボケなんですか。流れてなかったっすよ。いや、それ100キロ走ったやつがボケじゃないっすよ。やばかった。しかもボケた前さんも泣きながら、なんか何なんだ、それはなしっすよ。あそこで泣かないやつ、俺ちょっと怖いっすもん、正直。で、僕も本当、前津さんが歩いてきたのを見て、もう爆発しましたよ。まあ、それはそうっすよね。もう、家族見つけたみたいな感じになって。確かに、確かに、うん、まあ、あそこで前津さんを行かせるヒカルさんもあれっすけどね。まあ、一時だよね。そう、自分じゃなくて、そう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 、前津さん行かせるんだっていうのを、ちょっと確かに思ったよね。で、前津泣くなと思う。まだあんだけ思い出してください。まだあんだけ思い出してください。